深山祐介7月29日隊は日本の実業家。不動産会社の大手株式会社レオパレス21創業者。親族の創業した同業株式会社 MDI で代表取締役会長を務めていた。レオパレス21前代表取締役社長の深山秀夫は深山祐介のおいである。長崎県壱岐市出身。 1968年、拓殖大学小学部貿易学科を卒業。1973年、株式会社ミヤマを設立。首都圏で不動産仲介業を行っていたが、1985年、資金無料型賃貸マンションのレオパレス21事業を開始。バブル景気の1989年に社名を株式会社 MDI に変更した。 2000年再び社名を変更、賃貸マンションブランドと同じ、レオパレス21にした。2006年5月、レオパレス21社が入居者から徴収した手数料を売り上げに計上せず過小計上し、この別管理の銀行口座から創業者社長である深山雄介自身と知人の企業に計47億円を貸し付けていたことが発覚。深山は6月1日、 私的流用の責任を取り辞任した。公認の社長に、拓殖大学の後輩である、副社長の大場富雄が就任したその後、深山祐介は、75歳になる2020年までは、自分の全てをかけて、指揮を取ることを目指し、親族と2008年創業した、不動産会社、株式会社 MDI の代表取締役会長を務めている。 なお、深山は、代表取締役会長を務める、MDI 名義で2011年10月13日、母校の拓殖大学に、多額の寄付を行い、2012年にも個人名で、拓殖大学に、多額の寄付を行っている。深山祐介のレオパレス21に係る、変更報告書、東京接種会創立90周年記念総会に、出席して、関西域の会ホームペ管理人、 斎藤湿恵を、ルネサンス事業、工学寄付社間社長贈呈について、株式会社 MDI 代表取締役会長、深山祐介様2011年10月13日、拓殖大学産経新聞2006年5月17日長官、レオパレス社長が不適切有志、自分、知人に48億産経新聞2006年5月24日、長官新山社長に、 大場副社長、レオパレス212006年一覧代表取締役の移動に関する、お知らせ、レオパレス21、代表取締役会長挨拶メッセージ、MDI 中途採用サイト、ルネサンス事業、高額寄付者間社長贈呈について、株式会社 MDI 代表取締役会長、深山雄介様から、拓殖大学、ルネサンス事業、 高額寄付者感謝上贈呈について、深山祐介様2012年6月18日、拓殖大学産経新聞2008年6月3日、長官人事、ヘレオパレス21旧地の MDI と SB 系列のおよが、資本提携。ありがとうございます。